2021年第2回日本語能力試験聴解 N3。 これから N3 の聴解試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。問題がよく見えないときも、手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。花屋で男の人と店員がある花について話しています。男の人はこの花に水をやるとき、どのように水をやりますか？この花を買いたいんですけど、世話するの楽ですか？ええ、水をやるだけでいいんですよ。水は土が乾いた時に根っこの方にだけやるようにしてください。葉っぱにかからないように。上からかけちゃいけないんですか？湿気でカビが生えたり腐ったりすることがあるので。そうなんですか。気をつけます。水をやった後、下のお皿に水が溜まっていたら、水は捨ててくださいね。わかりました。男の人は、この花に水をやるとき、どのように水をやりますか？2番。駅のプラットホームで女の人と駅員が話しています。女の人は何番線の電車に乗りますか？すみません。南海岸行きの電車はこのホームの3番線で待てばいいんですか？それとも向かい側の4番線に止まってる電車ですか？どちらも南海岸とは反対方向ですね。どちらまで行かれます？山川駅まで。じゃあ、2番線の各駅停車ですね。同じホームに1番線もあるんですが、そちらは急行電車で、山川駅には止まりませんから、気をつけてください。ですね、この3番線と4番線のホームを前方に進むと階段があります。それを上がると、南海岸行きのホームに出ますから。ありがとうございます。4番線の電車がもうすぐ出ますので、ホームを歩くとき気をつけてくださいね。女の人は何番線の電車に乗りますか？3番。女の学生と先生が話しています。女の学生は、レポートのどこを直しますか？先生、レポートを書いたんですが、これでよろしいでしょうか？あ、もう書いたんですか？早いですね。内容は後で見ますね。タイトルの書き方はこれでいいですか？問題ないですよ。これでいいでしょう。ありがとうございます。他は、名前も書いてあるし、番号も書いてあるし。でも名前は名字も書いてください。それから、科目名が間違っていますね。この授業は世界の文学ですよ。日本じゃなくて。あ、すみません。それを直してもう一度出してください。はい。女の学生はレポートのどこを直しますか？4番、会社で上司からの留守番電話のメッセージを聞いています。この後、まず何をしなければなりませんか？あ、もしもし、佐藤ですが、実は昨日の書類を会社に置いてきてしまって、私の机の上にあるんですが、すぐに郵便局に行って出してきてください。あ、そうそう、その前に忘れずに部長に頼んで書類にサインをしてもらってください。郵送したら確認のために私の携帯に電話をお願いします。じゃあ、よろしく。この後、まず何をしなければなりませんか？5番、同じクラブの女の学生と男の学生が話しています。男の学生は最初に何をしなければなりませんか？松本くん、私、明日から旅行に行くんで、ちょっとお願いしたいことがあるんだけど。どんなこと？新入生のパーティーについて、どんな風にやるか、みんなに意見を聞いて、案を作ってほしいんだけど、今週中に。メールで意見を聞いて、案を作ればいいよね。できたら会議をしてほしいんだけど、メールだと意見言わない人いるから。春休みだから、みんなが集まるのはちょっと難しいんじゃないかな。そうかな。みんなの都合がつかなかったら、メールでも構わないけど、まずみんなに連絡して、集まれるかどうか確認してよ。うん、わかったよ。男の学生は最初に何をしなければなりませんか？6番、市役所で男の人と市役所の人が話しています。男の人は卓球教室に何を持っていきますか？すみません。掲示板で中級者向けの卓球教室があるって見まして、レッスン料は無料って書いてあったんですけど。はい。レッスンは無料なんですが、卓球ルームの利用料としてお一人200円。参加されるときに毎回いただいています。あ、そう書いてあったかもしれない。すみません、きちんと読んでなくて。申し込みます。では、こちらの紙にお名前とご連絡先をお願いします。教室は来週の日曜日から始まります。10時に直接教室にいらっしゃってください。ラケットはご自分のを使われますか？はい。ラケットもボールも自分のを持ってきます。あ、ボールはなくなったり、他の方に間違って持って帰られてしまうことがありますので、個人のものをお使いにならないようお願いします。わかりました。男の人は卓球教室に何を持っていきますか？問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、男の人と女の人が話しています。女の人は新しい家について何が一番いいと言っていますか？課長、引っ越し大変でしたね。新しいお宅どうですか？うん、前の家よりも広いしね。駅からも近いし、住みやすいのよ。へえ、いいですね。でも、一番気に入ってるのは庭があること。今度、みんなで遊びに来ない？え、いいんですか？もちろんよ。パーティーでもしましょうよ。会社からも近いしね。いいですね。ありがとうございます。ぜひ。女の人は新しい家について何が一番いいと言っていますか？2番、男の人と女の人が話しています。女の人はレストランについて何が一番良かったと言っていますか？昨日のレストラン、よかったね。うん、ほんと。どの料理も美味しかったよね。量もちょうどよかったし。そうだね。それに、お皿も。そうそう。素敵なお皿だったし、見ているだけで幸せな気持ちになったよね。ほんと。あと、お店の人たちのサービスもよかったね。そうだよね。でも、やっぱり料理が最高。特に魚。ね、また今度食べに行こうよ。女の人はレストランについて何が一番良かったと言っていますか？3番、学校で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうして昨日ハイキングに参加できませんでしたか？小川くん、昨日のハイキング、どうして来なかったの？それ、僕の方が聞きたいよ。昨日駅行ったけど、誰もいなかったんだよね。え？本当？駅って、桜駅？そうだよ。朝9時に改札口の前で待ってたんだけど。変だね。それなら会えたはず。あ、もしかすると、北口の改札に行ったんじゃない？南口に集合だったんだけど、あ、間違った。小川くん、電話しても出ないし、来るのやめたんだと思ってたよ。ごめん、昨日は携帯うちに忘れて出ちゃったんだ。男の学生は、どうして昨日ハイキングに参加できませんでしたか？4番、大学で先生と女の学生が話しています。女の学生はいつ先生のところへ研究の相談に行きますか？加藤さん、今週の土曜3時に加藤さんの研究について相談を受けることになってましたが、はい。実は急に会議が入ってしまって、他の日でもいいですか？今週水曜日の午後とか。水曜は毎週午後授業がありまして、先生のところへ伺うのが4時半ぐらいになってしまいますが、それでもよろしいでしょうか？それだと、私は5時過ぎから授業があるので、30分しか話せないけど構いませんか？できればもう少し時間をいただきたいんですが。じゃあ、少し相談に乗るのが遅くなってしまうけど、今週の約束を1週間延ばしましょう。時間も同じで。それならゆっくり時間が取れますから。はい、よろしくお願いします。女の学生はいつ先生のところへ研究の相談に行きますか？5番、ラジオで女の人が自分の趣味について話しています。女の人は家で野菜を作り始めて良かったことは何だと言っていますか？私、最近家の庭で野菜を作り始めたんです。前から早起きなんですけど、今は朝起きたらまず野菜に水をやって一日が始まります。近所でも野菜を作ってる人が意外に多くて、それまでは話したことがなかった人たちと親しくなることができました。共通の趣味ができたおかげですね。中には家でたくさん作っていて、店で野菜は買わないっていう人もいるんですよ。野菜ができたら、野菜が苦手な孫にも食べさせたいです。新鮮な野菜なら、野菜が好きになってくれるかもと期待してます。女の人は、家で野菜を作り始めて良かったことは何だと言っていますか？6番、女の人と男の人が話しています。雑誌に載った写真はどんな写真ですか？山田さん、写真を撮るのが趣味だそうですね。いつもどんな写真を撮っているんですか？景色を撮ったり、庭で遊んでる子供たちを撮ったり、いろいろだよ。あ、僕の写真、この間雑誌に載ったんだよ。わあ、すごいですね。どんな写真ですか？夏休みに子供を連れて森山自然公園に行ってね。花がとっても綺麗だったから、それを撮ろうと思ったんだけど。ああ、あそこは池の周りの花が有名ですよね。うん。だけど行ってみたら、池に見たことない珍しい鳥がいてね、それを撮ったんだよ。あ、あの池は魚がいるから、魚を取りに来たのかもしれませんね。ああ、そうか。雑誌に載った写真はどんな写真ですか？問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番。女の学生と男の学生が話しています。佐藤くんってあの雑誌によく出てる青山っていうレストランでアルバイトしてるよね。どう？うん。料理のこともいろいろ教えてもらえるし、バイト仲間もいい人ばかりですごく楽しいよ。いいね。実は今ね、バイト探してるんだけど、そこ人募集してない？どうだろう。今度店の人に聞いてみるよ。本当？ありがとう。女の学生が伝えたいことは何ですか？1、佐藤くんのバイトの仲間を紹介してほしい。2、佐藤くんにバイトの探し方を教えてほしい。3、佐藤くんのバイト先に食事に行きたい。4、佐藤くんのバイト先で自分も働きたい。2番。テレビで医者が話しています。私は患者さんからストレスや疲れで体の調子が良くないという相談を受けることがあります。皆さんは普段からよく笑っていますか？面白いテレビ番組を見たり、楽しくおしゃべりしたり、何でもいいんです。笑うと緊張が解けます。それにより、血の流れが良くなり、元気になるという研究報告もあります。運動を始めるよりずっと簡単なことですから、ぜひやってみてください。医者が言いたいことは何ですか？1、体の疲れは医者に相談した方がいい。2、健康のためによく笑った方がいい。3、テレビを長い時間見ない方がいい。4、できるだけ運動をした方がいい。3番。テレビで明日の天気予報を聞いています。明日は寒い一日になりそうです。最高気温は9度、最低気温は2度の予想です。今降っている雨は明日の朝まで降り続きますが、お昼には止んで、午後は気持ちよく晴れるでしょう。しかし、夕方以降はまた強い雨が降り出すでしょう。夜遅い時間には雪に変わる可能性もあります。暖かくしてお出かけください。明日はどんな天気ですか？1、よく晴れて暖かい。2、よく晴れるが寒い。3、天気が変わりやすく寒い。4、一日中雨が降って寒い。問題4。問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、机を運びたいのですが、とても重いです。友達に何と言いますか？ 1、手伝ってくれる？ 2、手伝おうか？ 3、手伝ってもいいよ。2番、お菓子を作りました。食べてもらいたいです。何と言いますか？ 1、これ、召し上がってください。2、では、食べさせてください。3、どうぞ、お作りください。3番、もう遅い時間です。店が開いているか店員に聞きます。何と言いますか？ 1、買い物は終わったんですか？ 2、もう店に入られますか？ 3、まだやってますか？4番、コンビニの機械でコンサートのチケットを予約します。使い方がわかりません。店員に何と言いますか？ 1、どうやって予約するのか教えましょうか。2、予約はどうすればいいんですか？ 3、チケットを予約したらどうでしょうか。問題5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、加藤さん、明日のパーティー行くでしょ？クラスのみんなも行くって。1、うーできれば行きたいんだけど。2、すぐにクラスのみんなを誘ってよ。3、パーティー明日にしようか。2番、私、先輩にアルバイト紹介してもらうことになったんだ。1、よかったね。どんなバイト？ 2、新しいバイト始めてみてどう？ 3、先輩にバイト手伝ってもらうの？3番、これはいつまでに払わなくちゃいけませんか？ 1、1回でお願いします。 2、ええ、払わなくちゃいけません。 3、できるだけ早く払ってください。4番、1ヶ月の長い休みが取れたら何したい？ 1、やっぱり旅行がいいな。 2、それなら夏休みを取るよ。 3、うちで休んだ方がよかったよ。5番、窓を閉めてもらえないでしょうか。 1、すみません。お願いします。 2、はい、わかりました。 3、そうですね。開けましょう。6番、先輩のカメラ、今週いっぱいお借りしてもよろしいですか？ 1、ちょうど借りようと思ってたから。 2、じゃあ、なるべく早く返すから。 3、うん、しばらく使う予定ないから。7番、最近毎日料理してるんだけど、少しもうまくならないんだよ。 1、少ししかうまくならないの？ 2、毎日頑張ってるからだね。 3、誰か上手な人に教えてもらったら？8番、昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね。 1、それは残念だね。 2、ああ、気にしないで。 3、本当にごめんなさい。9番、木村くん、これ、社長が書かれた本なんですよ。 1、あ、拝見します。 2、はい、お見せします。 3、では、お目にかかります。